テクテク歩いて行こう。タンクポップ YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は日本武道館への道番外編でーす。まあいいか、はい、ね、今度ですね、はい、今度つっても今日の時点で1月10日だから、うん、もう何3日後成人の日ですよ、はい、ね、成人式を迎える皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。あ、成人式の方いますか？俺、あれ、あ、心は永遠に心は永遠に、ね、何ちょっとあれとかなっちゃって誰もいないです、ね、誰もいないです、ね、ダブル以上なんですかね、はい、ダブルですよね、まあね、あの成人の日に、はい、お昼ですよね、ライブ&ソングクリスタルさん、こちらね、タンクポップの3周年記念ライブでお世話になった会長、はい、もうありがとうございました。ありがとうございます。店長、ありがとうございます、はい、店長です。店長です、はい、はい、石田店長もね、あの頑張ってやってるお店なんですけれども、お店っていうかなんていうの、会場なんですけれども、はい、ここで、はい、なんと私たち元気楽天ユニットタンクポップがプロデュースしちゃったんですよね。しちゃいました。しちゃったんですよ、うん、その名もかくん歌声喫茶、歌声ね、なんか動物がちょっと一人混じってるんですよ。歌声喫茶なので、あの昭和の名曲あるじゃないですかね、はい、いくつかご紹介しますと、川の流れのように美空ひばりさん、いい日旅立ち山口百恵さん、初恋村下幸太さん、見上げてごらん夜の星を、坂本九さん、これが課題曲、ね、はい、でなんとその課題曲プラス私たちタンクポップの、うん、はい、ちょこっとだけオリジナル曲、ちょこっとだよ、ちょこっと、やっちゃいますよ、やっちゃいますよ、ね、やっちゃって、さらに今回は目玉がございます。目玉、目玉、目玉、目玉は紹介は割愛しますか？目玉の紹介は割愛します。誰も突っ込んでくんないよね。来たろうとか言っても来たろう、それ目玉、それごめんなさい、目玉の親父でした、ね、どうしたらいいね、一発撮りだからこういうことになる。目玉はですね、はい、こちらのタッキーさん、タッキーさん、私のコーナーはこういうことやっちゃうんですよって、ちょっと言っちゃってくださいよ。ハローエブリワン。ですね、私、何がどうしてこうなったのか、ビートルズの歌を英語でかっこよく歌おうじゃありませんかというコーナーを担当させていただきますので、はい、皆さん、リラックス&デラックスしながら楽しく歌おうじゃありませんか。はい、リラックス&デラックスしながら、ね、どうしてればいいんでしょうね、デラックスってね。どうしてればいいんですかね。こんな感じの方なので、楽しいことは間違いないと思います。あとビートルズお好きな人いるでしょ、ね、何か、そう手を挙げてる人いますか、ね、ね、まあ、どうせ歌うならかっこよく、ね、はい、歌おうじゃないですか、ね、じゃあ私たちタンクポップと、はい、そのタッキーさんと、はい、じゃあ店長、はい、店長の方からちょっと意気込みを、意気込み、はい、そうですね、歌声喫茶、なんでしょうね、その年齢層が高い人用のものと思われがちだと思うんですけれども、なんかそのカラオケとかと違ってみんなでこう一緒に歌を歌えるって機会が、まあ、今ねあんまりないと思うんですけれども、それを知ってる曲をみんなで楽しく歌える、でかつそのビートルズとかのね英語の曲をかっこよく歌うことを教えてもらえるっていうなかなかない機会だと思いますので、ぜひ、お楽しみにね来ていただけたらと思います。さすがですね。YouTube チャンネルの撮影をしています。オーナーさんとかが心配そうにこちらを見てる。あんま見てると出しますよ。出ちゃいますよ。オーナーさん、ちょっともうマスト。あ、急いで。はやおう。素敵なお召し物来てくれ。連れてきてください。はやおうでした。その間にちょっとこの場所の説明をします。はい、東武スカイツリーライン独協大学前駅、はい、こちらは東口でございます。ロータリーを出て右手、もうすぐ1本目の道ですよね。そうですね。ね、角にコンビニエンスストアがあって、すぐセブンイレブンがあって、はい、あ、そうか、そこぼやかさなくていい。で、下に天狗っていう居酒屋さんが見えましたら、はい、エレベーター奥にありますので、そこ3階まで登ってください。
ね、あ、大浦さんはいいよという感じで。やばい、やばい。じゃあ実際来れば会えるかもしれません、ね。はい、そこのライブ&ソングクリスタルさんに来てください。2時会場、はい、14時半。2時って言ったら2時半って言った方がいいね。うん、2時半。開演でございます。はい、で、ワンドリンクオーダーしてください。はい、ワンドリンクは別オーダーで、ご参加費の方が2500円と。ね。そして、それぐらいかな。はい。うん、で、店員が80名なんですね。はい、で、私かなりの方に告知してしまったので、ちょっとパンパンだと思うんです。はい、だから、ご覧になって、私行きたいんですけどってなった方は、はい、ご連絡ください。で、ご連絡方法の方は、詳細欄のところに載せさせていただきます。まあ、ライブ&ソングクリスタルさんか、タッキーさんか、タンクポップに伝えれば大丈夫です。はい、ね、皆さん何かで繋がっている方が今ご覧になっていることが多いと思いますね。はい。まあ、そんなわけで、第1回目なのでね。ですね。はい。じゃあ、最後に、タッキーさんの親父ギャグでこの場を終わりたいと思います。何を言う、早見言う。いやいや、それは非常に。それ考えてたの？いやいやいや。北天遊に草津の遊。たまに黙ってたと思ったんですけど、ギャグを用意してて。そんな私を聞いて、冷え性、原性、相川性。こんなんでよろしいですか？終わったら。タッキーさんじゃさ、武道館でもさ、なんか出てね。武道館の練習会で必要。わかりました。じゃあ前座でドリフターズ代わりに頑張ります。ちょっとだけやった感じで。はい、あ、武道館といえば、ビートルズの前座ってドリフターズ。はい。はい、ドリフターズ、はい、とか。とか、はい、とか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 だ。うん、はい、とか、とか。じゃあ、代わりにタッカー。はい、じゃあ、ちょっとだけ。本当にやってね。本当にやってね。マジっしょよ。マジっすよ。はい、喜んで、はい、楽しみになってきたぞ。じゃあ、日本武道館もよろしくお願いしますね。はい、YouTube チャンネルでした。チャンネル登録よろしく。よろしく哀愁。よろしく哀愁。よろしく哀愁。本番は真面目にやります。おいしいぞ。出来上がり。ポンポンポポポンポンポンポポポン。熱いうちに召し上がれ。やけどすんなよ。